絶対好き多分あのね感情移入しすぎて嫌いになっちゃったりいや嫌になっちゃう方はいるかもしれないけど絶対みんな好きだと思うなんかなぜかというと軽く話すと縦の勇者と槍の勇者と剣の勇者とああんだっけまあ4人勇者が 選ばれるんですよなんだけど縦の勇者だけまあハブられてしまうのよ。で縦の勇者がまあ恨みっていうかこの,こ,のこいつらとかあとその国の王様とかに対して絶対なんかなんだろうな、まあ、復讐を復讐って言い方あれだな、まあ、絶対お前らのことなんかヒいヒい言わせてやるみたいなんか。<laughs> っってていいうう強強志を持って強くなろうとすするんですよだけどもうねすごい否定されるの盾の勇者がお前はダメだってもうお前はこういうまあね罪を犯したまあ罪を犯してないんだけどそういうぬれぎぬを着せられちゃうの盾の勇者がそれでなんか語 <laughs> 彙力がないんだけどすごいね 劣等感だったり誰かに対する恨みとか悔しい気持ちだったりとかを持ちながら強くなろうとしてる主人公とか見てるとあとそれに対して当たりの強い周りのキャラクターたち詐欺すんな目で見てくるキャラクターたちとか本人のこと何も知らないのに真実を何も知らないくせにこう言うてる。 その他の面々たちとかのその構図とかを見てると本当に感情移入しちゃうんですよ。ひどいよってでも何かそれってここまでひどくないけどなんか普通のことじゃないけど結構日常的にもさ悔しいと思ったりとかさ劣等感があったりとかさもうなんでなんだろうって。 ななんでなんでだろうううっって思うことって,生きててて思思ことと生きあると思うじゃないですかだからこそすごいみんな見入っちゃうアニメなんだろうなって思いながらすごいこのアニメを皆さんにお勧めしたいのだからこそすごいね面白いんだよめちゃめちゃ泣けるしこれが現実なんだってアニメで思っ見てて思っちゃうぐらいしんどいアニメ。でも 最初つらい最初がつらいですほんとにねご飯の味がするようになったところほんとに「ひいひい言わされたよ」<laughs> こっち見てるこっちがひいひい言っちゃうぐらい本当に感動したほんとにあや約束のネバーランドもめちゃめちゃおすすめしたいけどもブギーポップは ブギー・ポップがブ,ブギーポップは笑わないっていうアニメはあの絶対その私ビデオパスさんとのお仕事で <laughs> ビデオパスを入れたのだけど私もう手放せなくなっちゃってビデオパスのアプリが本当にいろんなアニメが見れるし今期のアニメもほとんど見れるんですよ一気見できて。 で「ブギー・ポップは笑わない」みたいな1話じゃ全く理解できないアニメは絶対「一気見した方がいいの、ね、ブギー・ポップは笑わない」っていうアニメは1話2話だけ見ると全く理解できないなんかアニメにもさいろんな種類があってさこうなんていうのいろいろ次の輪につながる次の回につながる こう大事なものが落ちてたりとかさしてさあなるほどこれがこうなってたんだってなるのがアニメ面白いアニメとかあるんだけどブギーポップは笑わない本当に何にもないんですよ1話本当に何にもないなんか固定カメラを置かれ固定カメラで1日撮影した現場をそのまま流されてる気分になるぐらい本当に何もないくってだからブギーポップは笑わない。 1>, を1話2話見た感想としてはなんだこのアニメだったの本当に本当に理解できなくて全然もう何も回収するところもないし何を言いたいのかさっぱりだって思っていながら見てたら3話で全てがボーンボーンってなるの本当に3話見ると全部が理解できるのあこの視点は なんかね、主人公が違う感じなんかね1話2話3話っていうこの固定カメラを置かれた部屋が違う感じっていうのこの人が過ごしてきたこの日はこうだけどこの人が過ごしてきたその日はこうであったつまりつまり何が言いたいかというとこの日に起きてたことはこうなんだっていうのが3話でボーンってくるのめっちゃおもろい <laughs> 分かるこのこの面白さ分かりますか <laughs> 本当に面白かったんだっていやだってそうだよねだって自分の見てる世界だけが全てじゃないんだもんだって自分が今こうやってショールームやって生きてるけどさ他の12人いるイコラブ12人いてそのうちの私は今ショールームやってるけど他の11人は違う過ごし方をしてる し,しかもそれを当たり前として過ごしてるんだよすごくないそう考えたらあ確かにってめちゃめちゃ考えさせられるなって思ったアニメだったの本当に面白かったのだから多分すごく難しいそう考えるとすごく難しい3話まで見なきゃいけないっていう思ってしまうかもしれないけど 見て本当に損はない本当にぜひ見てください <laughs> 急にアニメを語り始めてしまったけど本当にこれだけは言いたかった本当に本当に本当に面白いですあ野口 au です野口 au です <laughs> 野口 au なのであでも全然 au じゃない方も見れる ですよこのアプリ確か全あのねドラマとか映画とかも見れるようになってるしお笑いとかエンタメとか音楽も見れるからめちゃめちゃおすすめですよほんとに仮面ライダーとか見れるよ銀魂も一気見できるガンダムも見れるしドラえもんも見れる 本当にめちゃめちゃいいよぜひ,ぜひぜひぜひ横浜のヒデさん分かるヒ <laughs> デさん分かるよ横浜のヒデさんありがとう見に来てくれてうん 3D 彼女見てますめっちゃ見てるあのねああれよあ頂ジョジョは見てないですねごめんなさいでも 縦の勇者で心が疲れた方はぜひ縦の勇者の見てる間に挟むとめちゃめちゃいいアニメが上野さん上野さんの何とか何とかってやつちょっと待ってなんだっけ上野さん上野さん上野さんなんだっけ上野さんは不器用上野さん不器用っていうアニメを縦の勇者をが見て心が疲れた時に挟むとめちゃめちゃちょうどいい。<laughs> 野さんは不器用が本当にねバカ <laughs> 本当にねバカなんですよ <laughs> 本当におバカなアニメだからすごいシリアスシリアスシリアスってきてああもうちょっと胃もたれがーって思ったらおバカの見てちょっと緩和されるとちょうどいいと思います。 見てください多分上野さんの方が皆さん見やすいと思います本当にば本当に嘘じゃなくてちょっと作業中とかに流してても聞いてるだけでもクスって笑えるぐらい面白いから一回ラジオ感覚で見てみて <laughs> 英雄一緒イエーイ一緒あ一1万人 <laughs> すごいごめん、ね、あ,あっあっカラオケするカラオケするかあと30分くらいしかないカラオケしようごめんねみみみみソフトバンクですあら <laughs> うーん会員登録すると月かかるかなちょっと待ってかんない私なんかちゃちゃちゃっともうなんかね月の登録とかもうアニメに関してはもう気にしないようにしてて ま、払うの私じゃないから本当に申し訳ないとは思っているんだけどでもなんか適当に登録してしまったのはそういえば私は何なんだろう今でも無料試しとかもあるので一度お試しするのもありかな SAO 好きよそうそう星座優さんのやつ 芹沢優さんにその上野さんが不器用のアニメ始まった時にそのクラゲの相談のイベントでお会いしてその時にも言っちゃったんですよ上野さんもう勢いでなんか本当に面白くて上野さんのが不器用ってやつが面白くてもう直接「芹沢優さん上野さんが不器用やばいですね」って。<laughs> やばいですねあれ本当にああいうアニメなんですかって言ったらすごいそう原作もそういうアニメなんだよって教えてあれね原作もそういうお話なんだよって教えてくださって「うわそうなんですね」って「めっちゃ好きですあれ」って言ってお話ししました芹沢優さんと <laughs> イヤホンつけます歌えるかな大丈夫かなあ もし切れたらごめんなさい充電がえカラオケ配信え待ってカラオケ配信っていうあれがないんだけどまたえちょっと待って私だってこの前アップデートしたじゃんえなんでんでなんで,なんでえカラオケ配信っていうさあれ出ますよね あれ出ますよねえ私アップデートこの前したよね配信終了投票テロップシェア通常ラジオ画面画質カメラタイムラインコメントショールームギフトランキングえどういうことえない今なかったよね今 ありました今カラオケ配信って言いました私ちょっと待って私のこっちのショールームで見ようええめちゃめちゃおはなんかお,お,お歌を歌う気分だったのにお,お歌が歌えんなんてちょっと待ってえあるやんしないちょっと待ってえっ、ー、ないよえ

パンって抜いたらパンって画面切り替わって部屋の全貌を見られたら本当に嫌汚いよ私は今あん上手 <laughs> <laughs> 一回つけてみますねえ何、ー、も変わらんよ何も変わらんでこれちょちょ,ちょ フ<あ> <laughs> すんごいアホ面した気がする今えっ,と、待ってえっえっえっええ嘘だえ携帯にえるでも私手持ちになっちゃうんだよねそしたらねえカラオケできないの 結構ショック結構ショック丸だこれはこっち見てはいイヤホン挿したよねイヤホンさんとの連動何それかっこいいちょっと待ってイヤホンにマイクついてますマイクついてますマイクチェックマイクチェックマイクチェックあーあー マイク入ってる。これマイクですか？これはマイクですか <laughs>？this is マイク。 それやでどこれ iPad は無理ええだって瞳やったって言ってなかったかおやなんか前もそんな話し聞いたな iPad ごめんねなんかすごいボンボン投げちゃってそもそもの話ですかえじゃあ待って今度本当に今度次でも携帯の置くこのさ あれがないもんで買うかじゃあ携帯固定するやつ買うかじゃあな今まで何でやってたんだって今まで何やってたんぺえっ <laughs> 今まで何でやってたんだって場合はお何でやってたんだろうちょっとじゃあ携帯固定するの買います私そしたら携帯でできるね そうするねごめんね <laughs> 抜けない <laughs> もう本当に画面切り替わったりもうこれが落ちるのが怖くてもう力入れらんないもん私 iPod にオン、はい取れた できない,のかないやでもマイク入ってないお酒飲んでないよ <laughs> お酒飲んでないよ <laughs> ココアだよ飲んでるの。<coughs> <coughs> 最初はこの世で一番面白い勢やかってくる <laughs> だっぺ <laughs> 初見ですこんばんはななあさんありがとう 携帯固定係やりますよいいんですか <laughs> やってくれるんですかか神ちゃんシュ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 ってあアイオーエスのバージョンが低いのでは確かにちょっとアイオーエスって何,だなんか何となくでも何かんとなくわかる何となくわかる何となくわかります調べてみます <laughs> 機械が苦手なのかななんかよくわからないけど <laughs> そう今水戸でね水戸でさ刀剣乱舞のさやってるよねなんか水田さのやってるよね私の推しのなんかイベントやってるよね今水戸でもうめちゃめちゃ水戸行きたい今本当に水戸行きたいもうそれそれを水戸に行きたいがために茨城借りたいもんね今本当に 茨城,茨城 <laughs> なんでこんなにさ食題切るミスターダとかさめちゃめちゃさ強いキャラクターとかさ生まれガルパンとかもあるのにさこんな知名度っていうかなんか人気ないんやろうか茨城は何してんの茨城は <laughs> えでもミスターダのおかげで観光のあれが ほらあれかもしれんしなあフ <laughs>、はあ、<coughs> 徳島も同じくらい人気ないよ仲間か仲間だ <coughs> 笑いすぎだっぺって使い方違うからね 笑いすぎだっぺ。背中てく。待 <laughs> 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 って。<laughs> 背中て背中て駆動だっぺってどういうこと？<laughs> 背中て駆動だっぺってどういうこと？<laughs> それは茨城のにわかだよ。それは茨城のにわかだからね。加 <laughs> がやるなの物まねして。 んえ私ブロッコリーの真似しかできないんですよかぐやるなのブロッコリー野口頼覚しかできない <laughs> えっ大阪人はせやかてって使わないけどね <laughs> やばいねそれはやばいですね 少ない私「刀剣乱舞」も大好きなんです舞台もミュージカルもめちゃめちゃ大好きなんですもうで今やってるミュージカルのを見に行きました私刀剣乱舞めっちゃ良かったよ <laughs> 何が良かったってさペンライト振れるところが良か,、ね、か私今までペンライト振るようなイベントに二次元のイベントに行ったことがなくてあんまり「ラブライブの!」のあのー、ほら東京ドームとかでやってらっしゃった ララライイイブブとかもイコールラブのペンライトでで振ってたんですよ私それでその日ペンライト持ってくの忘れちゃってミュージカルでねであペンライト今、ま、でもペンライト振らなきゃつまんないよなと思ってライブパートになったりした時だからペンライト持ってくか買うかって言って1本買ったんですよでもライブが始まってみたらありゃ不思議1本じゃ足りんのよ ペンライトがわ <laughs> かるなんかもう全員尊いの全員尊いから全員が新衣装を着て歌って踊ってるのよ目の前で目の前ではないけどまあ目の前で歌って踊ってて私はミュージカルだと「石切丸パパが石切丸パパが好きだから初め緑のペンライトを振ってたのずっと」「石切丸!」って言ってたんだけど 気が付いたらもうその歌割りが変わるごとにペンライトの色を必死に変えてる自分がいたの。はっはっな何ねクリちゃんクリちゃんって言ってなんかとんぼ切りとんぼ切り言ってペンライトを変えてる自分がいてめちゃめちゃその時に気づいたんだけど皆さんがペンライトを2つとか3つも持ってる理由がすごい分かって多分ぜ全然多分理由は違うとは思うんだけどペンライト1個じゃ足りないっていうことに気づいたの私はその時に。だから 帰りの公演が終わってさあ帰りましょうってなった時にもう、まあ、次もぜ絶対行くと思ったから自分はこのハマり具合でだからペンライトを追加で1本買って今東京南部のペンライトが2本ある状態っていう <laughs> まあ2本しかないんかいって話なんだけど2本しかないんかいって話なんだけどもそう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 。ワンタッチで 楽しかったそのペンライトを変えてる時が一番楽しかった本当にもうもう歌ってるさキャラクターに合わせてペンライトを変えてさ応援してる時が本当に幸せだったなんかその忙しささえ幸せだった <laughs> 楽しかった楽しかったですっていう話 <laughs> っていいう気持ち悪いお話、私のお宅のだから今度は今度ねもしミュージカルがあったら私は結構今回クリちゃんの方のダンスのうまさにびっくりしたからまた見たいなってすごい思っただってともぎりの方がめちゃめちゃ歌うまいめちゃめちゃ歌うまいめちゃめちゃ歌うまいっ気持ち悪いけど。 気持ち悪いけどめちゃめちゃ歌がうまくてとんぼ切りの方がいや物好しちゃんはもう何しても可愛いし日っかりは何しても可愛いしいや可愛かった振り間違えてんのも愛いかよって思いながらめっちゃペンライト振ってたな可愛いいな好きなキャラクターたちが動いてるって幸せだね本当に幸せだった ム映画も本当に楽しかったもうしやもうすごかったよ本当に映画は本当にすごかったなんかしんどかったなんかね舞台のえすごい語ってる勝手に語ってるほんとにごめんなさいぶっあっあと8分<笑><笑>あと8分あと8分ちゃんちょっと待って話やめますでも舞台のねあのね あのー、あれを見てからね映画を見てたらもっと泣けたなって思ったあのねま私見てたんですけど舞台のね「あのね燃えるなんとかなんとか」ってやつですあの織、ー、田信長系のお話の舞台のやつあれを見てから映画を見ると本当にあのね良かった本当に良かったもうなんか全部見てほしい「刀剣乱舞」に関わったもの全て見てほしいほんとに <laughs> はいありがとうございましたお話以上です あと10分だっぺ,あと分だっぺ <laughs> 本当に、ね、でしょうねでしょうね本当に東京メンバ沼よねえごめんね気持ち悪くて本当にね <laughs> タワー見てタワー見ますあ <laughs> 気持ち悪い自分が気持ち悪い はいタワーすごいごめんなさいすごい立ってるね次次絶対買い分け配信